新たな凍結技術の開発というところでよろしくお願いします。はい。こちらはですね、我々今最近注目しているところでして、なんでそんなところに至ったかというと、今、やっぱり食品分野で凍結技術って非常に、進んでいると思います。まあ、凍結食品を、まあ、だけを使ったレストランなんていうのもできている時代で、例えば、ローソンみたいなコンビニでお刺身、冷凍のお刺身なんかを買って美味しく食べられる。あるいはおせち料理冷凍してそのまま食べられるっていう時代になってきていますので、まあ、やっぱり肉、魚、加工食品の凍結技術っていうのは目覚ましく発展していると。まあ、そういうものをですね、バイオの分野に応用したらどうなるのかっていう視点でですね、我々バイオの分野にこの凍結技術を応用してやっています。で、凍結するとどういうことが起こるかっていうのをちょっとここでイメージをしていただくと、細胞が結局凍るということなんですが、細胞の中にも水があるし、外にも水がある状態で、まあ、氷ができると、氷っていうのは水の結晶なので、体積が膨張するんですね。その体積の膨張によって、内側、外側から、両側からですね、まあ、細胞膜っていうのが傷つけられてしまって、その細胞膜が傷つくことによって、細胞が死んでしまって、例えば、食品であればドリップが出るとか、食感がパサつくとか、味が変化するとか、そんなようなところに結びついているので、それをいかに起こらないようにするかということが、食品分野で、注目されていると。で、実際、我々が注目させていただいたのは、両方フリーズシステムズっていう会社のプロドン凍結機というもので、これ何をしているかっていうと、磁場を与えて、で、さらに電磁波、これ電子レンジの波動ですね、波長を与える。あるいは、冷風ですね、風を当てることによって、まあ、食品をうまく凍結させるっていうことなんですが、水分子って極性がありますので、磁場とか電磁波を与えると、まあ、ちょっと整列するのかなというイメージが持てると思うんですが、この整列した状態できちんと凍結をしてあげると、先ほど言った膜を突き破るっていうのが少し穏やかになってですね、まあ、膜を突き破らずに、生きたものを生きた状態に凍結できるということにつながっている。というふうに考えています。その状態だと水の分子が結構動き回るので、そのまま凍らせると、まあ、膨張して破れちゃうけども、電磁波とか磁場、風を使うことで、穏やかな並びになるので、破れにくいということですね。そういうことになります。で、実際これ、まあ、関西の情報番組の、ものなんですが、魚を凍結した場合のプロトン凍結機っていうのを使うとドリップがほとんど出てませんし、肉もそうですね。こんな風にドリップが出ない状態で凍結できるということで、まあ、細胞を破壊しない状態で凍結できるんじゃないかということになる。美味しさのための技術っていうのが実は細胞を守る技術でもあった。で、まあ、食品分野だと肉や魚の食材で今は凍結が十分可能になっている時代で、まあ、今、寿司やケーキなんていう食品でも凍結技術が使われていると。で、今後、まあ、多分課題になっているのは野菜や果物という植物。こんなものがなかなか凍結が難しいということで今一生懸命されているということだと思いますが、まあ、これ医療の分野に置き換えてみるとですね、癌細胞株とかちっちゃな塊ですね、スフェロイドとかっていうもの、オルガノイドっていうものはなんとなく凍結できるかなという状態なんですが、じゃあシート状になったものとか、塊でも大きな塊になったものっていうのはなかなか凍結が難しくて、まあ、そういうものっていうのはニーズが高い。もっと言うと、再生医療製品、最終製品ですね。本当にベッドサイドに持って行って解凍できるようなものっていうのが凍結できるとですね、やっぱり再生医療って進むと思いますので、まあ、そういうものが可能になるようなものっていうのがやっぱり課題として今挙げられているかなと思います。要するに両分野の課題というのがあって、それを共に解決しようというのがこの前、5月にあった。で、5月30日、先ほどの両方フリーズシステムズという食品の凍結機を売っている会社と、中部電力さん、名古屋の電力会社ですね、こと我々で、まあ、再生医療や細胞治療用の細胞組織の凍結保存法に関する共同研究契約を締結して、まあ、実際共同研究を今開始したというところになります。続きまして、はい。で、この凍結を実現するためにですね、実を言って我々2つのステップがあると思っていて、1つはですね、まあ先ほどの食品とは違って、液体に使ったものを凍結しているっていうことに、バイオの分野ではなりますので、この凍結保護剤っていうのの開発が1つは重要だと思っていますので、まあこういうものを、まあ、実際に実績を持ちながら経験を積んでいるっていうことと、まあ先ほどの凍結機、その最適化っていうのをしっかりやっていくっていうことで実現できるかなというふうに考えます。わかりました。まずじゃあ一つ目のこの凍結保護剤なんですけど、このバンバンカーっていうのはこのニビオン
とかセンターで開発されたということなんでうす。ちにいるバンバーというスタッフがバンバンカーを開発しているんですね。なるほど。血の高血液の中身すべて知っている状態で、どこを開発したらどういうものにうまくいくんじゃないかっていうノウハウを持ってやっていますので、非常にいいものが今できてきた。凍結保護剤を所有のものだ、自分たちで作ってるので、どこをどんぐらい配分すればいいかが分かってるから、それを改良できる。例えばですね、これ人の未分化の iPS さん、これ実を言うと、肝斑凍結すると結構死ぬんですけれども、まあ市販品でやっているものより、例えばセルバンカーとかステムセルバンカーって呼ばれる市販品よりもですね、圧倒的に2倍以上生存率高く保存することができるような、保存液っていうのが開発できています。これスフェロイドやオルガノイドでも同じようにですね、改良することで、まあ、実現できるというふうに考えています。これなんか凍結方法は一緒ですけど、この保護剤を違うだけでこんな形成がそうです違ね。うんですか。はい。じゃあ続きまして二つ目、凍結技術。これはまあ先ほどから言った食品業界の技術を応用するということ。ただ、医療分野ではですね、メジャーになっているのは、この肝斑凍結法っていう方法です。で、1度1分で温度を硬化させていって、氷の結晶の成長を抑えるっていう方法で凍結を実施しているわけですけれども、ここに挙げた簡易凍結機、まあ、クールセルとかミスターフロスティとかっていうものや、プログラムフリーザーっていうものを使って、まあ、1度1分で、温度を下げていくっていう技術で凍結をしているんですが、やっぱりこういうものを使ってやっているわけですけれども、この食品凍結機を使うとですね、これ、がん細胞株4種類の結果なんですけども、ピンクで示したように、食品凍結機を使うと、すべての細胞ですごく良好な結果を得ていて、凍結に弱いっていう細胞も、実を言うと、この食品凍結機を使うことで、しっかりと、まあ、生存率高く保存できるという技術に発展していくことになります。この PF ってプログラムフリーザのそう方でですね。だね。から従来のが丸2で、丸はい。3で、丸1が食品そう業です界の技ね。術ですか。はい。で、その技術を使うとですね、実を言うと、パーキンソン病の治療に使うような、ドパミン産生の神経分化誘導したようなステロイド、こんなものもうまく凍結できるということが分かってきています。緑色の、写真が出ているのは、これ、ステロイドの塊から神経突起が出ているような図に、写真になっています。で、一番左側は食品凍結機で凍らせたもので、まあ、実際よく見てもらうと、すごく神経突起がいっぱい出ているのがよくわかると思うんですが、他の従来の方法では、実を言うと神経突起ほとんど出てないし、なんか潰れてる、壊れてる、死んでるみたいな感じのものになっていて、実際の細胞の生存率っていうのを見てみても、実際ステロイド凍結をすると、非常に高い生存率を持って食品凍結機では凍結できるということになっています。で、まあ、これまで実際に細胞株なんかは実際に凍結ができるって思ってきたわけですけれども、まあ、小さなスフェロイド、オルガノイドっていうのもできるかなと思ってますが、やっぱりどんどん大きくなったり、さっきの機能を持った状態の凍結っていうのはなかなか難しいっていう状態だったと思います。で、もうこれからはですね、手術的組織っていうのをですね、そのまま一旦凍らせておくっていうことができるとですね、まあ、細胞調整する前に医療現場の人がこの保存液とこの凍結機を使って一旦保管しておけば、後で生きた細胞を取り出すことができるっていう状況になるので、やっぱりバイオバンクって言っている血液とか DNA 中心のバンクだけではなくて、生きたものをちゃんと保管しておくっていうようなバンクの創設にもつながるかなというふうに思っていますし、まあ、さらにこれを発展させれば、再生医療等製品の皮膚シートとか、角膜、あるいはですね、他の再生医療等製品、心臓のスフェロイドとか、そんなようなものも凍結できるんじゃないかというふうに考えています。もっと進んでいくとですね、やっぱこういうものが、創薬研究に使うためには、大量にストックを取っておくっていうことが必要になりますので、スフェロイドやオルガノイド、あるいはこんなミニ臓器っていうものがですね、しっかり凍結保存できると、まあ、全世界にわたって共通のプロトコールで試験をするような創薬研究、あるいは疾患モデルの構築っていうところに非常に有用になりますし、もっと発展させればですね、臓器のスペアをこのまま、凍結保存しておいて、まあ、機能がなくなってしまった、組織っていうものの再生っていうのに使えないかっていうことに、の技術に発展できると思っていますので、我々もここに、まあ、しっかりと力、注力を入れて、まあ、実際に凍結技術を開発していきたいなということをやっていくなと。るほどです。じゃあ、このミニ腸っていうのが具体的に生育の例として出されてますけど、例えばこういうのっていうのはこう、どのような形で創薬とか医薬的なこう価値があるんですか？
例えばなんですけれども、腸の中の再、なんか再現っていうのはなかなか難しくって、例えば腸内細菌の中でも嫌気性の菌なんかは、やっぱりこのミニ腸と一緒にあって初めて機能を有するということがあると思いますので、例えば食中毒を起こすようなノロウイルスなんていうのを、このミニ腸の中で再現できれば、まあ食中毒の、ノロウイルスってなかなか増殖させることができなかったわけですから、まあ、こういうものをちゃんとした状況で作り出すと、まあ食中毒の、軽減につながるような研究ができるかなと思っています。